モナーク航空は、ルートン空港に拠点を置いていた、イギリスの航空会社であり、モナークという称号でも知られた。地中海地域、カナリア諸島、キプロス、エジプト、ギリシャ、トルコの各都市へ向かう、定期便やヨーロッパ、アメリカ合衆国、カリブ地方、インド、アフリカへ向かうチャーター便を運航していた。2017年10月2日に経営破綻し、 観光業等の関連会社を含めすべての業務を停止した。チャーター便専用航空会社として設立され、その後定期運航にも進出した。1960年代には東京国際空港にチャーター便の乗り入れを行ったこともある。グローバストラベルグループが所有し、本拠地はルートン、その他の拠点はバーミンガム、イーストミッドランズ、リーズ、ブラッドフォード、 ガトウィック、マンチェスターである。モナークは創業時の社名を変更していない最古のイギリスの航空会社である。従業員は約3000人である。現在は e g s y j e t やライアンエアと同じく予約はインターネットと電話のみ、機内食は有料にするなどサービスの徹底効率化を図り、破格の運賃で知られる格安航空会社である。 現在もチャーター便の運行を中心としている。モナーク航空は2013年には同社としては最多の680万人の乗客を輸送した。2010年6月、同社は売上高の面でイギリスで最大の飛行海外車を集計するサンデータイムズトップトラック100で58位にランクされた。同社はユナイテッドキングダムシビルアビエーションオーソリティタイプ。 エオペレーティングライセンスを保有し、乗客、貨物、郵便を20席以上の航空機で輸送する許可を受けている。2017年、経営破綻。11万人の旅行客が海外に取り残されることとなった。モナーク航空はイギリス政府に対して旅行客を本国へ返すための緊急措置を取るよう求め、結果的に政府は航空機の手配等で、 約6000万ポンドを負担することとなった。モナーク航空は、モナークホールディングスの完全子会社であり、グローバストラベルグループが100%所有する。2012年半ば時点で、グローバストラベルの株主は、以下の通りであった。エアバス A321 から200年塗装エアバス A330 から200から2011年の塗装2014年7月現在、 モナークの保有機材は以下の通りである。2014年7月、機材更新計画の一環としてボーイング 737MAX30 機を選定、同年10月に発注していた。モナーク航空は過去に以下の機材も運用していた。過去に保有していた機材モナーク航空は2013年には680万人の乗客を輸送し、 うち600万人が定期便を80万人がチャーター便を利用した。2017年10月2日、同社は経営破綻し、観光業等の関連会社を含めすべての業務を停止した。民間航空会社の破綻としては英国史上最大とされる。発表が突然だったため、イギリスでは同社の出発便への搭乗予定者は空港に、 行かないようにウェブやツイッター等で急遽告知がなされた。これによって販売済みの登場予約30万件が同社側から一方的にキャンセルされ推定75万人に影響が出た。また、破綻時点でちょうどイギリス国外に出ていて向こう2週間以内に帰国予定だった旅行客11万人が帰国手段を突如失った。イギリスの運輸当局は モナーク航空の顧客に追加負担なしで帰国の便を提供すると発表し、このため英国民間航空局に対して30機を超える代替旅客機を手配するよう指示した。運輸大臣、クリス・グレーリングはこれを平時としては英国史上最大の本国機関事業と呼び、カノハットン議長は事実上イギリス最大級の航空会社を急遽一から編成するようなものだとして、 ある程度の混乱は避けられないと述べた。ありがとうございます。